本日はですね、こちらコンパクトな三脚、こちらですね、これをですね使って動画の撮影ちょっと一工夫してみましたので、そちらの方をシェアさせていただきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。まあ、本日はですねこちらウランチのですね MT-16 っていう、まあ、こうちょっと伸び縮みしたりとか、ここにボールヘッド雲台がついているこういう感じですね、このようなですねコンパクト三脚がまあありまして、これ以前紹介させていただいたんですけど、こちらを使ってですね、まあ、動画を撮影する時の一つの工夫ができるなっていうのに、まあ、気づいたというか、前からそう使えるのは知っていたんですけど、なんとなくそうではなく、こうリグでシステム化してみたいなみたいな気持ちの方が強くて、一回忘れちゃってたんですよ。それをですね、そのリグなんか新しいの買って、スモールリグさんからなんか買ってまた遊ぼうかなとかって思って見てる時に、あ、じゃあその前にその効果っていうのを試してみればいいじゃんっていうことで、このコンパクトな三脚が手元にあったのを思い出しまして、そちらの方を試してきてみました。まあ、そのスモールリグさんのシステムっていうのが、まあ、胸にこう当てるパッドとロッドをこう組んで、まあ、ロッドシステムみたいな感じでですね、こう胸元にこう押し付けて安定した動画を撮影するみたいな感じで使ってみたかったんですよ。まあ、でも、それを買うとなるとですね、やっぱり1万円以上のお金ってのは平気でかかってしまうんですよ。でもこの似たようなことだったら、このコンパクトな三脚でも、まあ、気軽にこう試すことができるんですよ。で、そちらを本日、まあ、手ブレ補正若干弱いよって私先日言った α7-4 でですね、ちょっと試してきてみたいと思いましたので、試してきた動画っていうのをこの後ちょっと見てみてください。はい、検証の方なんですけど、このようにですねシグマのレンズですね、先日お伝えした APS-C の 2.8 の透視のレンズに三脚を装着して検証していってみようと思ってます。はい、では早速ですね、三脚を使って簡易的にこう手ブレ補正を抑えられるかっていうテストに来てみました。今はですね片手で持って適当に撮影してみております。同じような感じでこちら手ブレ補正関係をすべて切った動画になりますね。片手で持ってこう撮影してみておりますが、こう手ブレ補正の効果っていうのがしっかり出ているのが分かるかと思います。でこの後ですね、早速この手ブレ補正を切った状態で三脚を胸に当てて歩いて同じように撮影してみたいと思います。こちらが三脚を胸に当てて、まあちょっと歩いてると抑えられてないかなと思うんですが、じゃあこのお花を取った時はどうだろうというところですね。しっかり手ブレを抑えられてるんじゃないかなと思います。まあ、このやっぱり支持点が増えるっていうのはとっても大きいですよね。はい、それでは望遠端の方ですね、約 75mm の、手持ちでの手ブレ補正アクティブの桜のつぼみの動画になります。まあ、これも十分手ブレは抑えられてるんじゃないかなと思います。はい、それではこちらが手ブレ補正をこう切って寄った約 75mm の桜のつぼみの動画ですね。このような感じで、まあ、手ブレというのが出てるかと思うんですが、これからちょっとまた胸に押し当てて撮影してみたいと思います。こちらが手ブレ補正関係を全部切って胸に三脚を押し当てて撮影してみてます。今ちょっと喋っちゃってるんですけど、喋るのを止めると止まるかと思います。はい、このような感じですね。まあ、ちょっと手ブレ補正アクティブには望遠側はかなわないかなっていうのが印象、背面モニターでの印象です。はい、ではまあ、もちろんなんですけど合わせちゃいけないというわけではなく、手ブレ補正アクティブオンで今歩いてみてるんですけど、普段よりやっぱりこう手ブレって少ないんじゃないかなと思います。ただ体の振動はですねどうしてもこう伝わってしまうので、その揺れっていうのは出てくるかと思いますが、まあ、効果としてはかなりあるんじゃないでしょうかね。こう、はい、このような検証の結果となります。はい、一つ忘れてたんですけど、こちらがボディ内手ブレ補正だけですね、アクティブオンにしてない。でこちらでこうズームしていきますと、まあ、手持ちだと、結構抑えられるんですが、やっぱりこうカクカクとしやすいかなという印象があります。でこのままの状態で三脚を押し当てて撮影しますと、静止はさせやすいかなっていう感じになりますね。
はい、動画の方はいかがでしたでしょうか。まあ、あの使い方ですね、どういうふうに撮影してきたかっていうのを、まあ、改めてこうご説明させていただくとですね、今 α7-4 の方は収録に使用してしまっているので、こちら α7-C でちょっとお話しさせていただきますね。こちら α7-C になります。でレンズっていうのもちょっとそのままオールドレンズがついてしまってるんですけど、オールドレンズじゃないオールドレンズだな。まあ、あのこのようにですね、コンパクト三脚を下にこう固定します。でここでこういうふうによいしょ90度にですね三脚を折り曲げます。でこれをこのままですね、この溝落ちあたりにこうトンと押し付けるんですよ。こんな感じで、それだけでですね、こうカメラを支える場所が一箇所増えるんですよ。まあ、あの片手で持っていればもちろん一箇所ですね。で両手で持ってたとしても、この両手2箇所分ですよね。それをこうお腹を使って3箇所っていう風にするだけで、まあ、あのこの上下の動きっていうのを完全に抑制ができてしまうんですよ。それプラスこの前後の動きっていうのも押し付けてる分ほぼないですよね。で、あの呼吸とかそういうのちょっと気をつけて静かにこういう風に動かす分には手ぶれってもうほとんどしないはずなんですよね。まあ、若干やっぱ生きてるのでこう少しこう震えたりだとか、あとはこのそう人間のこう人間完璧に静止することできないんで、そういうブレっていうのはどうしても発生してしまうと思うんですけど、じゃあそれがその手ぶれ補正全く効かない状況とかだったりした時に、こういう風に押さえつけられるっていうのはどれぐらい違うのかっていうのをちょっと実験してみた動画になりましたね。手ブレ補正をオフにしているボディ内手ブレ補正、まあ、アクティブ手ブレ補正とそれぞれボディ内の手ブレ補正って種類があるんですけど、そういうのがまあ使えないカメラっていうのもあるわけなんですよ。まあ、レンズっていうのもあるかもしれないしというところでなんですけど、そういう時にですね、このしっかりカメラと三脚だけで手ブレが抑えられるのであれば、まあこれあの手ブレ補正しっかり撮影するときに関しては手ブレ補正なくても大丈夫じゃんっていう風になくらいの違いがあるはずなんですよ。まあそれがもうビタッと止まってなきゃいけないだったらジンバルとか三脚に固定とかってなるんですけど、まあ気軽にこの1本ですよね、コンパクトな三脚が1個あって、それでこう胸元固定するだけで、あこれだけ変わるんだってことだったら、まあ使わない手はないと思うんですよね。なのでこの撮影っていうのも一種おすすめなんじゃないかなって私は思いました。であともう一つ方法がありまして、そちらはですね、あの、まあ、私外してしまってるんですけど、ストラップですよね。ストラップを使う方法があって、ストラップをこう首からかけてですね、こうピンと引っ張るんですよ。それでたませるんじゃなくて、ストラップ自体もこうピンと張った状態でですね、若干こう引っ張ったような感じで撮影すると、まあこれも同じく体と手で固定することができるようになります。そうしますとですね、やっぱり手ブレっていうのをだいぶ減らすことができるので、まあ、この環境に応じて手ブレを減らす工夫っていうのをされてみてください。やっぱりこのボディ内手ブレ補正、電子手ブレ補正関係とかですね、そういうものを使っても限界っていうのはあります。なので、もう物理的に手ブレを塞ぎ込んでしまいましょうっていう考え方になりますね。はい、まあ、あともう一つ、撮影の方法というか、これも安定しますよという撮り方なんですけど、こうですね、横にしてしまってもいいんですよ。この状況でこう回すだけでも、やっぱりこう狭いところで持つよりは大きいところでこうブレって塞いだ方が力ってかかりやすいんですよね。テコの原理みたいな感じで。で小さいところでやるとやっぱりその分大きくなってしまうんですけど、小さいところだったらこう手の距離同じだけ動いても全然こうカメラが動く範囲っての違うんですよ。これまあちょこっと上に5センチぐらい上げてみたとすると、やっぱりこう5センチ分の傾きが出ますけど、こっちで5センチぐらい動いたところでカメラの動きっていうのはちょっと小さくなってるのがわかると思うんですね。まあ、それをこううまく応用してあげれば、ある程度安定した動画っていうのを撮影しやすくなります。まあ、この小型三脚っていうのの使い方を少しこう幅広い解釈にしてみると、撮影っていうのは安定ができるんじゃないかなって思いました。はい、あの反面なんですけど、やっぱりこう完璧に手ぶれを抑えられるわけじゃないです。とっても気軽な分、その気軽な分どうしても効果っていうのは弱いかなっていうのが率直な意見だったんですけど、じゃあない方がいいのかなっていうのと比較してみてください。絶対あった方が楽ですよね。こうポンと胸のところに三脚の足を軽く置いて、でその三脚をずれないように固定してあげるだけで手ぶれっていうのはだいぶ少なくなるはずです。これはさまざまなカメラに応用できると思うので、まあ、あのパッドがあれば本当はベストなんですけど、パッドを買うのもどうかなって、そのパッドを買う前に効果を確かめてみたいとか、そういう方はぜひお試ししてみていただくといいんじゃないかなって思いました。はい、本日はですね、こちらコンパクト三脚を使って手ブレを防いでみようみたいな感じの企画だったんですけど、まあ思いつき、まあ他の方がやられてたのも覚えていたんですけど、私の中ではそのシステムを組む前にどれぐらい効果あるのかなって試してみたかったっていうのがメインなんですけど、まあこれの効果がまあ動画編集していてですね、十分あるなって感じてるので、まあじゃあそのわざわざリグを組む必要、リグでシステム、ロットシステムを組む必要があるのかなっていうところをちょっと悩むぐらい
しっかりと効果があります。でこちらの三脚結構こう汎用性の高いやつなんで、こうグネグネ動いたりとか、このボールヘッド運台も重量が弱かったりとかするんですよ。まあ、あの小型コンパクトカメラ用の三脚なので、まあ、仕方がないんですけど、というところでこれがもっとしっかりした三脚とかですね、そういったものを使ってあげれば、まあ、これしっかりこう固定して撮影してみたら結構違う動画が撮れるんじゃないかなと思います。もちろんジンバルを超えたりとかっていうのは無理だと思うんですけど、じゃあこの手だけでこう持ってるのに比べたら動画って絶対こうガタ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 こういう風につけてたって動きっていうのは少なくなるの分かりますよね。っていうことを考えてみると効果は大きいと思います。はい、あの本日はですね、こう動画に役立つような情報になりました。ただこれ写真にも使えると思うんですよね。こう胸元にこう差し込んで使う一脚タイプのホルダーとかっていうのを売ってますけど、そういうものをこう応用したみたいな、こういう風に使ってみても同じような効果があるんじゃないかなっていうような内容になってます。こちらですね、本当写真や動画、あとオールドレンズでの撮影にも役立つと思います。このように役に立つような情報っていうのも今後こちらのチャンネルでは皆さんに発信していきたいと思いますので、ぜひ一緒に楽しんでいっていただける方はチャンネルのご登録とですね、私の励みになりますのでグッドボタンいただければと思います。でまたなんかこう撮影に便利な方法、こういうのもあるよみたいなことあったら、ぜひコメント等で教えていただけると嬉しく思いますので、ガンガンコメントいただければと思います。はい、それでは本日はこちら小型三脚を使った便利な撮影方法じゃないかなっていうのを試して皆さんにシェアさせていただきました。はい、それでは本日もありがとうございます。失礼いたします。